モデルプレス、2023年7月24日、肩、背中の痛みによりファンミーティングを欠席していたグローバルボーイズグループ。NCT、NCT、のはエちゃん、へちゃんの精密検査の結果が24日、グループのファンコミュニティにて報告された。写真、へちゃんら NCT127、日本で初ファン見。NCT へちゃん、精密検査の結果報告22日。 韓国の音楽番組、ショー。K-POP の中心、MBC の出演後に肩や背中に突然痛みが出たことから、同日開催された NCT DREAM、NCT DREAM のファンミーティング、2023NCT DREAM セブンスアニバーサリーファンミーティングドリームランドを当日欠席していたヘチャン。今回、精密検査の結果として、幸い肩、背中に大きな異常はなく、 一時的な筋肉痛という医療スタッフの所見を受けました。と報告し、しばらくヘチャンは理学療法を受けて体調を回復した後、今週予定されているスケジュールに参加する計画です。突然のニュースに一緒に心配してくださったファンの方々に感謝し、ヘチャンが元気な姿で活動できるよう最善を尽くします。と伝えている。モデルプレス編集部。